遅い。誰かさんが助けに来てくれると信じて待ってたのに。まさか私があの解毒薬を飲んで元の体に戻る羽目になるとはね。おめえどうしたんだその服。山小屋にあった殺害された女性の服を拝借したのよ。素っ裸で子供たちの前に出るわけにはいかないし、まあ体が大きくなってこのリングは外せなかったけど、服は全特化したから子供たちには私が灰原愛だってことは気づかれていないでしょうね。